さっき12機見たとですね、めちゃくちゃぶっ飛ばしてるなと思ったんで、めちゃめちゃ力強くて、ビビりました。まずは12機選手をお願いします。超12機コートです。まず溝口さん、お忙しい中、試合コメントでありがとうございます。まあでも、まあ、これもブレイキングダウンの方から長い間参加してて、ついに、天まで来たということで、でも、まあ、やっぱり明日は俺が主役だっていうこと、まあ、でも溝口さんは、まあ、あくまで通過点なんで。僕は本当に戦いたい相手は三軒君なんで、まあ、井戸口さん倒して、次は三軒君と戦うので、はい、皆さん、応援よろしくお願いします。では、水口選手、お願いします。はい、いつもブレイキングダウンを応援してくれるファンの皆さん、本当にありがとうございます。僕は明日で39歳なんですけど、年を重ねるごとに、自分は昔に比べたら温厚になったんだなって思ったんですよ。ですけどさっき12機にピッタ立ててめちゃくちゃぶっ飛ばしてるなと思ったんで、まあ、自分が変わったんじゃなくてこう周りがねまともに対応してくれるやつらが増えてるだけなんだなっていうふうに思いました。なので明日はこの怒りの脳に一方的に彼をボコボコにしたいなと思います。ありがとうございます。まあ、ちょっとオーディションの場面とか溝口選手に押されてる場面もあったんですが、その点は不安ないですか？まあ、ぶっちゃけめちゃめちゃ力強くてビビりました。俺もパワーに自信あるんですけど、あそこまで下がるとは思わなくて、まあ、でも、まあ、今回打撃なんで関係ないなと思います。大丈夫です。勝ったらこうお願いしたいこととかってありますか？勝ったら、俺、クラフトビール、昨日販売したんで、なんか500本ぐらいまとめて買ってもらいたいと思います。はい、まあ、それから二軒君と試合組んでもらいます。伊藤さん、いかがですか？負けることがないから、アンサーの必要がないなっていうふうに思ってますが、万が一負けるようなことがあったら、500本買って、視聴者にプレゼントします。